芝白は京井率いる食軍を撃退、成都を防衛した。しかし京井を討ち取るには至らず、彼はまたも逃走する。一方、先だって崩壊した孫吾でも逃げ延びた将兵らが結集、義に下ることを良しとせず抵抗を続けていた。これを知った脅威は東へ進むと孫吾の軍と合流。宿敵義を討つべく大連合軍を結成すると、赤壁に陣を敷いた。ならばこちらはその古き因縁を断ち、天下を滑るまで。芝氏と芝将は赤壁で合流すべく、それぞれに軍を進める。才ある者が滑る時代、その実現はこの決戦の向こうに。信ずる理想を胸に、芝氏、芝将、大元気、荷重が戦場に立つ。今全ての決着の時、大河に天下に勝ち時を挙げるのは誰か。芝茂、天下の頂点を目指すぞ。兄上。将、主だった者らを集め、すぐに進発する。でも兄上は今到着したばかりでは。構わん、時が惜しい。なぜそこまで急ぐんです？まさか。お前は抜けたように見えて人一倍悟る。お前たちのおかげで流れた命は刻限が近い。だが私は天命をつかむ。将、力を貸してほしい。ああ、わかりました。俺の本気、あなたに預けます。天下は今我ら義のもとに一つになろうとしている。才ある者の滑る時代、それをなすのはここにいる私であり諸君である。我らは時代の先駆けとなり、柱となり、果てに先達となるのだ。新たなる天下、我らの手に。この戦が転換点ね。私たちが勝てば、そこから先は時代。でも負ければ混迷は続く。だから絶対に勝たなければ。見てるか父さん、今俺乱世を終わらせようとしてるんだぜ。勝って帰って報告に行くよ。楽しみにしててくれよな。なんとか乱世の果てまでたどり着けました。こうなると欲が出てくるもの。なんとしても時代を見届けねば。よもやこの一戦に参じ得ようとは、諸葛高級妨害の喜び。いざ天下への最後の一手を描かん。この英知のすべてをかけて。先の赤壁での曹操様の敗北、それが乱世を何十年も長引かせました。この戦ですべてが決するか。俺が考えたよりも順調にことが進んだな。史上にとっても
悪くない流れだ。奴の才、時代でも大きく輝くだろう。兄上、どうかご無事で。そうではあるまい、将。はい、兄上、ご武運を。共に新たな天下を。さあ、行くぞ。この戦に我が天命をかける。敵は二方向から船団を率いてきている。同時に潰されて、こちらが囲まれよう。北東の敵は私が始末。将たちは北西に進軍し、敵本陣へ向かえ。遅れは許さぬ。この戦、完膚なきまでに勝利するのだ。やっぱりどこかが変だ。確かに試練の様子が気になる。分かった、師匠殿も気をつけて。伝令、前線部隊敵伏兵に囲まれました。さらに崖から土砲で狙われ窮地です。このままじゃ前線が壊滅しちまう。縦に分かれてどうにかしないとな。俺が敵の軍勢を殲滅し、みんなを救援する。火中は崖上の土砲を止めてくれ。敵は寄せ集め、短期決着を狙う奇策の周囲を。なぜこちらに。もしか将を目指しられるか。まあ、お前がいれば心強いには違いない。その首もらい受ける。いざ。責任ある立場にふさわしい。この国の師匠であなたを必
終わらせよう。敵本陣に攻め入り、脅威を討ち取るぞ。騎馬将様より伝令です。北側の家系、未然に防いだとのこと。伝令、西の山道より敵増援到来。味方本陣に向かっています。この芝中達が決着をつけてやろう。旦那様、ここでの威力はあの子たち、それを忘れて走るものでございます。この戦乱のおかげで道ができたな。南方より上陸し、敵本陣を叩くぞ。この合図です。どうかしてくださいませんか。天気のながらお見事な武器、何の合図ですか。私には到底及ばぬお働きです。逃さんぞ。住んでいたのだ。責任ある立場にふさわしいご活躍。
及ばなかった。お見事、見せつけてくれますな。素晴らしいご活躍、お見事です。素晴らしいご活躍。とうとうここまで攻め込まれたか。だが最後の一兵となっても屈しはしない。その抗いが何を生む、よくよく考えてみるが、宙に落ちろ。キルがいい。私はたとえ死んでも悪鬼となって貴様らと戦ってみせる。ふん、その執念に対して問おう。貴様はなぜそうまでして戦おうとする。知れたこと。我が師諸葛孔明の志を継ぎ、陣の世を築くため。バカめが、まったく諸葛亮め、肝心なことを教え忘れたか。志は立派なのにな。陣の世を目指す戦と、国と民を疲れ果てさせてまでするものか。お前が陣を志すならば、まずなすべきは無益な戦をやめることだ。私はこれで終わりってとこかな。ああ、届いたか、我が天命に。兄上。しばし、しばしょうらが率いる義軍は赤壁に連合軍を撃破。
脅威は捕らえられるとしばしの説得を受け、ついに降伏した。帝律の終焉、そして反乱勢力の鎮圧、ここについに乱世は終わり、天下は一つとなった。新たな時代の到来を喜ぶ若者たち。だがその喜びの中、彼らを率いてきたしばしが倒れる。己の天命を知り、いかなる苦境も乗り越えてきた男。彼と共に歩んだ誰もが、その才により導かれる時代を望んでいた。もし今この男を失ったなら、新たな時代はいかに進むべきか。千葉将をはじめ、共に戦った者たちの心に不安が影を落とした。そして時は流れる。これからは真面目にやる。あ、そんなセリフを聞いた覚えがあるのだけど。師匠殿、こんな大切な日にどこに行く気なの？元気、なんでわかった？全然変わらない。でも別に俺がいなくてもいいだろ。兄上も人騒がせだよ。倒れた時は本当焦ったのに、すっかり元気になっちゃってさ、帝位の禅譲まで受けるなんて。俺はこれからもここぞって時に兄上の力になるさ。それ以外は今まで通りだ。やったな、兄上。